クラックからの知らせいただきましたよ、はい。あゆむさんが好きすぎてつらいさんからいただきました。嘘だよこれ。早いクズ。あゆむ好きとかいないから。いやいやいや、いる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 。いやいや、5人ぐらいはいるわ。もっといっぱいいる。5人ぐらいはいるもっといっぱいいる。さあ、私が最近仕入れた情報、それはズバリあゆむさんと内山さんの関係性についてです。どういうこと。お二人は最近共演が続いており、なんとあゆむさんが内山さんに対する呼び名がうっちとなり、敬語もやめたほど関係性が近づいたようですと。知り合って 4,5 年になるお二人ですが、その関係性が変化するきっかけは何ですか。気になって気になって夜も眠れません。それも嘘だわ。寝てるわ。それも嘘。全部眠れない時もあるかもよ。眠れない時もあるの。いや、俺のファン嘘つきじゃねえか。でもお二人すごい仲良さそうですけど。でもだいぶ最近よく会うなって。最近よく会う。でもあとなんかこう共通のなんかこう面白話題というか、あのね、なんか盛り上がる話が結構共通のものがあって、そうね、難しいわこれ。そうね、難しい。だってさっきもさ、あの打ち合わせの前とかで喋ってた時とか、なんかあのスタッフ様がね、美味しいポテチをね差し入れくださって、でそれで村瀬くんが内山さんに、あんしてあげよっかとか言ってんの。俺言われたことねえから。全然いらないでしょあれは。いらないとか言うな。そう、いやなんかうっちーは、いやなんかね、二人とも悪人だなって思う。二人とも悪人。性格が悪い。え、二人、え、誰と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 誰、俺と村瀬くん。いや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 、え、悪い。本当？うん、なんかあのね、エンターテインメントこれが面白いって思うところが、うん、あの共通する部分があるんだけど、うんうん、それは世間一般ではすごい悪い。いやね、多分なんですけど、あのクズの波長が似てる。これ面白いよねっていうのが。ダメな面白いな、そうやばい超面白いっていうのが、うんうん、あの他の人がお、そうかな、そういうの良くないんじゃないって言われかねないやつを面白がってしまう。そう、そうなの。それで結構女子学生のようにキャッキャしてしまう。そう、でも普通の話でも結構盛り上がったり、でもどっちかというと共通してるのは多分自分たちであんまりこう自分たちのことは話さないんだけど、あの他の人から例えばなんかあの恋愛感がこんな感じでっていう話をされると、うん、それをなんかこう、なんていうの、酒の魚にしてめっちゃ盛り上がれるみたいな、うん、そういう感じの。そういえばさ、ちょっと話変えていい？あのこの前さ、あの浜野くんが、あ、浜野大輝、そのガム、人が噛んだガムを食べれるよみたいな話をドン引きどういうことしてたって村瀬くん言ってたの、うん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 、このラジオで、はいはい、で俺違う現場で浜野くんと一緒 で、うん、で飲みの席で、うん、たまたまそんな話になって、はい、でしたら浜野くんが、いや俺そんなこと言ってないですよ。いやふざけんなよ。捏造したの。違う。じゃあ、ちょ、これどういうことだ。じゃあ聞いて、この前あの浜野と飲んだんですよ、はあ、で飲んだ時に、うん、なんかいや村瀬さんそれあの違うこと言ってましたよねって言われて、いやいやガムって言ったじゃんって言ったら、いや俺ガムとは言ってなくてチュッパチャッパスだったらいけるって言いましたって同じじゃねえかって。正直同じじゃない。他の人が舐めたチュッパチャップスをこう舐めれるのと、うん、他の人が噛んだガム噛めるって同じじゃない、ほぼ。いやなんかチュッパチャップスっていうのがなんかすごいね。ちょっとなんかアイテム感が出てきた。アイテム感がちょっとそういうね、誰のっていう話の時はね。いやでもダメだわ。ダメダメでしょ。良くないわ。そう、衛生的に無理だよね。それは真面目。もうキスしていいってことでしょ。多分そういうことだ。え、ニアイコールになるのそこ。ニアイコール。ほぼ一緒だよそんなの。だってあの唇を返してね、ないっていうだけでね。そうそうそう。やってることは同じだから衛生的には。マジで俺イベントで柿原のてっちゃんのチュッパチャップ。あ、もうキスしてますわ。あ、もうキスしてます。俺らは。やめてくれ。これから僕らのね、あの、魚にね、酒の魚にさせてもらいます。やめて。まあまあ、っていうことで。何の話だっけ？ね、あの、なんかきっかけがあったんだけど。あ、僕と村さんね。まあでも、そうそう、共演が増えたのと、邪悪な話をしてもらいます。まあ、お互いのお笑いポイントが似てるとか、波長が合うとか、そういうことかな。あと、属性がクズっていう。そんなことない。やりとも優しい。本当のクズだったら、この業界でやってけねえよ。表面的にはまだ掘り下げるじゃん。めっちゃ掘るじゃん。そこはこなすんだけど。うちこ次のメールいくよ。はい。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear 内山聖子コーヒー。Happy birthday
おめでとうございます、はい、おめでとうございます。